小さいお子さんでも安全に簡単に遊べる織り染めの方法を紹介します。使うのはこれ、食紅です。お子さんが間違って口に入れても大丈夫なようにお菓子などに色をつけるときに使うこの食紅フードカラーを使います。液体タイプのものと粉末タイプのものがありますが、どちらでも構いません。もう一つ使うのはクリアフォルダーです。これを使うことで失敗せずに簡単に作ることができます。それではご紹介していきましょう。まず半紙を用意してください。練習用の破れやすいものではなくて、ちょっとコシのある強めの半紙を用意してくださいね。まず折り方ですが、ぴったり重ねないで5ミリぐらい間を空けてください。こうしておかないと、開くときにちょっと破れやすくなるので気をつけてください。そして裏返したら、これも5ミリぐらい空けて折りましょう。はい、これで、折っていきます。いろんな折り方ありますが、三角定規を使ってみます。この60度の部分を当ててこう折っていくと正三角形折りができます。はい、これで折れました。で、このままにするとこうなってしまいますから、下準備で水に浸します。水の中にサブーンと入れてください。で、これをキュッと押さえて絞っておいてください。はい、できました。もう一枚使います。今度こちらはまず後半分に折ります。これもぴったり折らなくていいです。少し間が空いてます。そしたら今度3分の1ずつに折ってください。これも大体でいいです。で、それを半分に折ります。そうするとさっき水で濡らしたのが大体ちょうどこう入るぐらいの大きさになります。で、これを畳んで使うのがクリアファイルです。クリアファイルに挟んで、これをクリアファイルを床の上に置いて、それを足で踏みます。足踏みするみたいにトントンじゃなくて、ギュッギュッと足の先やかかとを使って強く押し付けるように踏みます。クリアフォルダーに入れたままにしておくと乾きませんので、次の作業までこのままにしておいてください。それでは食紅を使って、染める液を作っていきます。卵パックが便利です。ほんの少しだけ水を入れましょう。見えにくいので白い紙を引きます。ここに液体タイプでも粉末タイプでも構いません。食紅をちょっとずつ入れていきましょう。これ黄色です。で、先ほどのこれですね、折り染めを出してきて、こんなカチカチになってます。これを浸していきます。
幅広く浸したい場合にはこんな風にちょっと折ってくださいね。特に濃くしたい場合は直接食紅をつけても、直接食紅をつけると濃くなります。でこれを先ほどのこれですね、これにもう一度挟みます。これをクリアフォルダーに挟んでまた踏みます、はいね、ちょっと踏んでみましょう。あ、染み出てきました。染み出てきました。またしっかり踏んでください。これだと子どもの体重でも十分絞り出すことができます。よく踏むとこんな風になりました。取り出します。このはみ出したこの液体をしっかり拭いといてくださいね。はみ出した染料をしっかり拭いておかないと次するときに汚れてしまいます。では広げてみましょう、はい、よいしょ。先ほどと同じでカチカチになってます。このくらいカチカチになると広げやすいです。破らないように慎重に広げていきます。ここですね、段をつけてあったところね、少しここをぴったり折っとくと、ここをぴったり折ってしまうと剥がせなくて困ります。よく破ります。ここも2つに分かれやすくなっています。これを新聞紙などに載せて乾かしておきましょう。さあ、もう一つありましたよね。こちらです。これも開いてみます。こちらも折り染めになってるんですね。こんな風に2種類できます。これも新聞に挟んで乾かしておきましょう。二等辺三角形折りがこんな折り方です。そして反対にして両方にしていきます。はい、このまま水にたっぷりとつけて
もう一つ紹介しましょう。四角形織りです。これを手前に折って感じですね。四角形の大きさは、いろんな大きさでできます。このまま水に浸してうん、三角形の方を開いてみると、こんな感じに出来上がりました。こちらも開いてみましょう。四角形です。よく絞ってありますので、広げておくだけですぐに乾きます。急ぐ場合や仕様が気になる場合はアイロンを当ててください。作品ができたら本のカバーにしたり、ラミネートしてしおりにしたり、いろんな工夫をして使ってみてください。